いやー驚いて、この玄関出た時こういう状態でしょ。で電柱は倒れてるしね。いやー本当に地獄のようなもんですね、本当にね。輪島市の漆芸家、山岸和夫さん、69歳。輪島市河合町の自宅兼工房で被災し、左肩を骨折しました。思いっきりこう揺れた時に座布団と一緒にね、まるでスケートボードみたいなもんです、こう滑ってたって、思いっきり机の角に打ちつけて、やっぱ仕事こうやる時ちょっと都合悪いけど、まあまあ利き腕じゃないからよかったんですけどね。現在は金沢市内のアパートに二次避難している山岸さん。時々輪島に戻っては倒壊した自宅から作品や道具を取り出し整理しています。なんとかしたいなと思うんだけどね、その気力がね本当に出るかどうかですね。気力ないね。金沢ちょっとね、今二次避難で春になれば桜が咲くから、今年は金沢の桜を見ることにしますよ。輪島塗の装飾技法、沈金の分野で6年前国の重要無形文化財、人間国宝に認定された山岸さん。金粉のほか色がついた漆などを埋め込む沈金象眼の技法で高い評価を得てきました。この道50年、モチーフにしてきたのはふるさと輪島の四季折々の表情です。千枚田なんてのも好きでよく行きましたね。やっぱ田んぼの水を張った後、田植えをした後、青々としてきた頃から稲の穂が出始めた頃、田のあぜの豆の花が咲く頃、季節に合わせてよく見に行ってたし、まあ、それが僕の作品のなんか元かもしれないね。本当に観光資源がことごとく壊滅的な状態になったから、まあ本音はね、何から手をつけていいかわからないっていうのが本音ですね。目の前に広がるのはふるさとの変わり果てた姿。業界を牽引する立場を意識しながらも、今はまだ前を向ききれない複雑な思いを口にします。さあやろうとかって、そう若い時ならねやってるけどね、マスコミの人はみんなその答えを待ってるように言い方するんだけど、ここまで現状を見ると絶対戻ってやるぞっていう気にはなかなかなれないよね。本当にね、ただ自分が漆に憧れて好きでここまでこうやってこれたってことを思うと、これから漆を目指して頑張ろうっていう若い人が出た時に何もしてあげることができないってのは、これはちょっとねいかがなもんかなと思うもんで。輪島市によりますと、輪島塗の従事者は市内でおよそ1000人いるとされていますが、その8割は工房が倒壊するなど何らかの被害を受けたといいます。職人の高齢化やさらなる担い手不足が懸念される中、目の前の現実と業界再建への思いとで葛藤する日々が続きます。輪島はなんだかんだ言っても漆の都です。間違いないです。どこにも負けない。400年500年の間にね、いろんな人の関わり合いでもって成り立ったところですから、一人二人でできたわけじゃないですから、意地っ張りなところがいい形になって残ってきたんですよね。いいものを作ろうという、それを思うと本当に何とかしたいなと思いますよ。